Well, we finally did it. We reached Senhua's house. No more nature hiking. Okay, there's a bit more, but for the most part, that bit's over and done with. リョウ、家はすぐそこよ。そうか。シェンファ、ハッカソンはもう近いのか。村の人たちが住んでいるところまではもうちょっとある。そうなのか。でも私の家はこのすぐ近く、この小さな丘を登ったところにあるの。私の家に寄って行って。でも俺はハッカソンへ。リョウには命を助けてもらった、そのお礼をしたいの。え？家で休んでいっていいでしょ。ああ、わかった。うん、さあ、ついてきて。もう少しで家に着くわ。 Still not really getting the hint, are you, Rio? シェンファ、ついてきて。家はこの先、あとちょっとよ。そうか。ここよ。この木はシェンムー。え？シェンムーという木よ。シェンムー。毎年この季節になると綺麗な花を咲かせる。そうか。私にとっては大切な思い出の木。今年もまたシェンムーの木いっぱいに花が咲いたな。シェンファ、綺麗な花。そうだ、この子の名をシェンファーとしよう。シェンファ、それがいいですわ。シェンムーの木がこの子を守ってくださる。シェンムーの木に咲く花がシェンファ。え？そう、私の名前。俺の家にも春に花を咲かせる木があった。寮の家にも。桜という木だ。薄桃色の花が枝いっぱいに咲く。桜。寮もその木に思い出が。ああ。行きましょう。こっちよ。Rather abrupt end to the music.
どうした、シェンファ？Ah! How long were you standing there? 子供の頃、あのブランコでよく遊んだの。シェンムーの花が咲く頃になると、毎年。ここはもう八花村なのか？ええ。ここは村の外れなの。そうか。シェンファーはお父さんと二人暮らしって言ってたな。うん。家族は父だけ。母はいない。寮は？お袋は、俺が小さい頃にはもう。お父さんは？親父ももういない。ごめんなさい。私。いや、いいんだ。シェンファーのお父さんってどんな人なんだ？頑固だけど、とても温かい人。頑固で温かいか。リョウ、お前がまだ眠ってる時間から農家の人は働いている。人参の収穫も一本一本丹念にな。それをお前は粗末にできるのか？ん？僕、食べるよ。Even after all these years, Ryohazuki is still traumatized by the day that his father force-fed him carrots. どうしたの？いや、なんでもない。私も。え？本当の父は死んでしまったらしいの。死んだ？ええ。お母さんと一緒に。そうだったのか。でも、私は本当の両親のことは覚えてない。どうして命を落としたのかも、何も知らないの。It just occurs to me that there's a lot of orphans in this game. 両親に代わって私を実の子のように育ててくれた。もちろん私も本当のお父さんだと思ってる。たった一人の私の大事な家族。そうか。でも小さい頃はよく父を困らせたわ。え？ダダをこねたの。お母さんや兄弟が欲しいって。兄弟か。寮はいるの？兄弟はいなかったけど、福さんって人がいた。いつも一緒に鍛錬して。鍛錬？親父から武術を習っていたんだ。二人ともよくしごかれた。汗だくになってよく喧嘩もした。本当の兄弟みたいに。そう。俺が香港に行けるようにいろいろ協力してくれた。いいな。え？そんな人がいてくれる寮が羨ましい。ああ、本当の兄弟じゃないけど、俺にとっては大切な家族だ。うん。あの木、シェンムーの木。ああ、ずいぶん大きな木だな。うん、とても古い木なの。父のおじいさんが子供の頃にはもうあれくらいあったって。そうか。もう何千年も生きている木。何千年も。シェンムー、どうしたの、リョウ？気のせいかな。え？何かを感じるような気がする。感じる？古くて大きいってだけじゃない。うまく言えないが、魂が宿ってるような。本当に？リョウも本当にそう感じるの？え？ああ。私も小さい頃からずっとそう感じていた。シェンファーも？子供の頃、あの木の下で遊んでいた時、シェンムーの木に包まれているような気がして、一人でも全然寂しくなかった。俺にも分かるような気がする。うん。今こうしてる間もあの木に見守られているような。いや、ずっと前からあの木を知っていたような不思議な気持ちがしてるんだ。もうすぐ日が暮れる。今日は泊まっていった方が。
いいのか？ええ、助けてくれたお礼を少しでもしたいの。私は夕食の支度をするから待っていて。それまで一休みするといいわ。ああ、ありがとう。そろそろ食事ができたかな。台所に行ってみるか。So what you might not be expecting is that while we were trekking through the mountains and doing all that stuff, we were recording everything that happened in our notebook, which is handy. You know, in case you wanted to recap what we've done so far. Let's see. Shenhua, she has this very unusual air. So I guess that means she smells? I don't know.Guide me to the village, spring with fireflies, need firewood, look in the cave, it's met because of destiny. Song about Guilin, Shenhua's home. Right, the tree is called Shenmue. Right, we've actually found the thing that this video game series is named after, and it turns out it was named after a tree. So now you know. So, while we're waiting for dinner to be ready, let's have a look around in Shenhua's house, because there's a few things to look at.So yeah, today we learned that Shenhua's parents died a long time ago. How many orphans does this game have? I mean, Ryo's an orphan now, I guess. Shenhua's an orphan, Siyuying's an orphan, Changmei's an orphan, Ziming's an orphan. I guess Fuxun's also an orphan, but we're never really told explicitly.石を見るのが好きだから。石を？声が聞こえるんだって。私には分からないけど。石の声か。 It means he's crazy. Not a carrot in sight. Thank goodness.リョウ、座って。ああ。これくらいしかできなかったけど。いや、うまそうだ。たくさん食べてね。この肉は？ウサギ。え？裏山に罠を仕掛けて取ったの。そうか。美味しいでしょ？ああ、そうだな。And then Ryohazuki thinks to himself, maybe eating carrots isn't so bad after all. ゆっくりくつろいでいて。この家のどこでも好きに使っていいから。ありがとう。大したものじゃないけど。父がこの辺りで集めたものがあるから、よかったら見ていて。ああ、そうする。Well, time to rummage through more Shenhua stuff. この本は？星座の本よ。星宿が書かれている。星宿？人の運命に関わる星のこと。例えば北斗七星もそう。北斗七星が？北斗は死を司る神様って言われているわ。死を司る神。北斗が瞬く夜は良くないことが起きるって。昨日の夜もそう。北斗七星を見ていたら何か胸騒ぎがして。胸騒ぎ？だから寝つけなくて歌っていたの。そうだったのか。 Wait, what do you mean you couldn't sleep? You weren't supposed to be sleeping. You were supposed to be watching the fire so that we wouldn't get eaten by wolves inside Wolf Mountain. ほんと
硯に筆。シェンファーのものか。You might remember that the North Star and the Big Dipper had been referenced several times both in this game and the last game. So I guess there is some significance to that, but I guess we still don't really know what it is yet. この絵は？ケイリンのどこかよ。そうか。怖い山だと聞いたわ。怖い？この山に入って帰ってきた人はいないって古くから伝わってる。なぜ？わからない。でも今じゃ誰もその山に入らないわ。I think maybe the reason why she decided to point out these mountains of death and fear and terror is because at some point in Shenmue 3, presumably you'd have to go to these mountains at some point. But we won't need to do that today, so we don't need to worry about death or anything. 横笛か。父が作ったの。私が赤ん坊の頃、Shenmueの枝で。Shenmueの木で。この笛の音を聞くと、どんな時でも泣き止んだって父が言ってた。子守歌みたいだな。うん。あまり関係なさそうだな。これは刺繍なのか。その織物、父が昔から持ってるの。この場所は洛陽よ。洛陽。唐の時代に栄えた古い都。夕日の輝きがとても綺麗に街を染める。行ったことあるのか。ううん、だけど懐かしい感じがするの。懐かしい。目を閉じると浮かんでくるの、洛陽の景色や行き交う人々の息遣いが。洛陽か。 Again, seems like something that would have been significant in the next game, but guess we'll never know. いろんなものが入ってるな。これは。どうしたの？同じだ。この図面は？古くからこの家に伝わってるって父から聞いたわ。でもそれ以上のことは何も話してくれなくて。亮、この鏡は一体？昔親父に託されたものだと聞いた。亮のお父さんに？この石はハッカソンでしか取れない唐が緑石。唐が緑石？どうしてこの鏡が日本に？わからない。父なら何か知っているかもしれない。お父さんは今どこに？石切り場にいるわ。そこで唐が緑石を。どこにあるんだ？ここから一つ山を越えたところにあるの。何かを完成させると言ってもう何日も石切り場にこもりきりなの。俺をそこへ案内してくれ。明日の朝食事を届けに行くから、その時一緒に。わかった。
So we're going to go to Shenhua's dad and ask him about the mirrors, who should be able to shed some light on the mystery, I guess. But we'll do that tomorrow morning. For now, let's go to sleep. Good night, everyone. See you guys tomorrow.